フローラプリムはフュージョンスタイルの作品で主に知られているブラジルのジャズシンガーである。彼女はチック・コリア、スタンリー・クラークと一緒にリターン・トゥ・フォーエーバーで彼女の役割を果たした。ディジー・ガレスピー、キル・エヴァンス、オパ、スタン・ゲッツ、ジョージ・デューク、グレート・フル・デッドのミッキー・ハート、サンタナ、ジャコ・パストリアス、そして夫のアヤアート・モレイラを含む。 数多くのアーティストとレコーディング及びパフォーマンスを行っている。2002年、プリムはブラジルで最高の賞の一つである、2002オーデム・ドゥリオ・ブランコフォー・ライフタイム・アチーブメントを受賞した。彼女はブラジリアン・ジャズの女王と呼ばれている。プリムはクラシック音楽家であるユダヤ人の両親からリオ・デジャネイロで生まれた。父・ナウム・プリムはバイオリンを演奏し、 母レイチェル・バイスベルクはピアニストであった。父親が家を空けていた時、母親はジャズを家で流していた。彼女は、ジャズの78回転のバイナル版を家に持ち帰って、父が仕事している間に流してくれました。それがジャズという音楽への出会い方でした。基本的に、ダイナー・シントン、ビリー・ホリデー、そしてフランク・シナトラを聴いていました。また、ビル・エヴァンス、オスカー・ピーターソン、 エロールガーナーなど多くのピアノ奏者も母のお気に入りでした。プリムは1960年代初頭にブラジルでキャリアを始めた。この期間中、彼女はフローラ MPM と題されたアルバムの録音を行い、そこでカルロスリラとホベルトメネスカルによるボサノバのスタンダードを歌った。1960年代後半、プリムはエルメート・パスコアールとアアート・モレーラが率いる。 クアルテートの応募のリードシンガーを務めた。成人に達した後、プリムはジャズと過激なプロテストソングを混ぜ合わせ、当時の抑圧的なブラジル政府に抗議を行った。1964年のブラジルの軍事クーデターによって歌の歌詞の検閲が行われ、彼女は後に彼女の人生におけるこの期間について次のようにコメントした。 ブラジルを離れたいと思っていました。サンフランシスコ川と呼ばれる川があります。その川で歌っていました。それが海に流れ出た時、それは私をアメリカに連れて行ってくれるだろう、と。ブラジルを離れる、少し前に、プリムとアイアーとモレーラは結婚し、1971年頃に、娘のダイアナ・ブッカーが誕生した。ダイアナは1998年にクリシュナブッカーと結婚した。 クリシュナはジャズベーシストであるウォルター・ブッカーの息子であり、サックス奏者のウェイン・ショーターの老いであり、ピアニストのハービー・ハンコックが名付け親という人物だった。ダイアナは後に両親との生活をジプシーのように世界を旅する道で育てられましたと表現した。1967年にニューヨークに到着し、プリムとモレーラは新しいエレクトリック・ジャズに没頭した。 彼らは、スタンゲッツや、ギル・エヴァンスとヨーロッパをツアーして回った。1972年、スタンリー・クラークとジョー・ファレルと共に、最初の2枚のアルバムに参加することとなる、チック・コリアのフュージョンバンド、リターン・トゥ・フォーエバーのメンバーを務めた。1972年に初リリースとなった、セルフタイトルアルバム、リターン・トゥ・フォーエバーと、続く同年リリースのアルバム、ライト・アズ・ア・フェザーは、 どちらも熱烈なレビューを受けた。1973年、プリムはアメリカでの最初のソロアルバム、バタフライ・ドリームスをリリースした。それは好評となり、すぐに彼女はダウンビート氏の読者投票でトップ5ジャズ歌手の一人に選ばれた。プリムはまた、野外フェスティバルや1970年代までのジャズやクラシックのアルバムでカルロス・サンタナやミッキーハートと協力した。 1970年代初頭、プリムはコカイン所持のために逮捕され、一時的に投獄されている。1970年代を通じて、プリムはマイルストーンレーベルからの一連のアルバムをリリースした。彼女と夫のアイアートは、ウルグアイのバンド、オパに関わった。マーティン・ピチンソンがマネージメントしている間、プリムは、バンドのセカンドアルバム、マジックタイムにて、 ボーカルでコラボレーションし、その見返りとして、オッパは、フローラのアルバム、n ッシ h i n g Will Be, As It Was, Tomorrow の、コレニーニゃで演奏した。地球の反対側であるアジア、とりわけ、フィリピンにおける、彼女の最大のソロヒットは、エンジェルスである。1980年代、ディジーガレスピーのユナイテッドネーションオーケストラとツアーを行ったプリムは、 アレスピーのグラミー賞を受賞した1990年リリースのアルバムライブアットザロイヤルフェスティバルホールで最高潮に達した。そして1990年代には元グレートフルデッドのドラマーであるミッキーハートのグラミー賞を受賞したアルバムプラネットドラムで歌った。1990年代後半にプリムは自分のアルバムスピードオブライトをリリースし、 ロンドンの双方にあるロニー・スコッツ・ジャズ・クラブにおける1ヶ月公演からビリー・コブ・ハム、フレディ・ラベル、ジョージ・デューク、デビッド・タイハー、ウォルフレド・レイジェス・ジュニア、アルフォンソ・ジョンソン、チャン・ギート、フレディ・サンティアゴ、ジョバン・ニー・ダルゴの貢献による新しいバンドと共にワールドツアーを行った。ジル・ファクターとプリムの娘・ダイアナからの作曲と演奏の大きな貢献もあった。 1990年代を通じて、プリムは数多くの幅広いプロジェクトに取り組んだ。プロジェクトの一つは、ホースワールドと呼ばれるヘビラテンジャズグループで、彼女と彼女の夫である、アイアート・モレイラ、ゲイリー・ミーク、ゲイリー・ブラウン、ジョゼネとジョビーのサントスネとで構成されていた。彼らは多数のアルバムと12インチのシングル、ホースワールド、エンカウンターズ・ウィズ・ザ・ホースワールド、 ラストジャーニー、そして世界中の人気エレクトロニック DJ たちによる彼らの曲のリミックスをフィーチャーしたアルバム、リターンジャーニーをリリースした。バンドの最後のアルバムリリースは2000年であった。1996年、プリムと夫のアイアートは、レッドホット・オーガニゼーションが制作したエイズ・ベネフィットアルバム、レッドホットリオにて、収録曲、ノン・フィクション・バーニングを、 P.M. ドーンとコラボレートした。コンサートでのプリム新世紀に入り、2枚のレコーディング作品がリリースされた。パーペチュアルエモーションと、ブラジルの偉大な作曲家の一人であるミルトン、ナシメントを取り上げた、クロスオーバーオマージュ、フローラ・プーリムシングス・ミルトン・ナシメントである。2002年、ロンドンのロニー・スコッツ・ジャズ・クラブに滞在中に、プリムと夫のアヤーとは、 イギリスのプロデューサーであるダレン・アリソンと、有名なフラメンコギタリストのフアン・マルティンと、後者のアルバム、カミーノ・ラティーノでコラボレーションを行った。2005年、彼女はかつてリターント・フォーエバーのバンドリーダーだった、チック・コリアと再共演した。2010年現在、プリムはまだ積極的にツアーを行っている。彼女の主な音楽的影響の一つは、ブラジルのミュージシャン。 エルメート・パスコアールによるものである。プリムは、パスコアールについて、ハモンド・ビー・サン・オルガン、フルート、サックス、パーカッション、ギターを演奏していました。彼は、今まで出会った中で最も完全なミュージシャンの一人です、と語っている。彼は、また彼女の声のトレーニングを手助けした。彼女はまた、チック・コリアに大きな借りがあり、彼の作品のいくつかの録音にボーカルを追加するよう、 依頼された際に彼女が最もよく知られているフュージョンジャズスタイルを発見した。プリムは珍しい6オクターブの声を持っている。彼女のボーカルスタイルはサラ・ボーンとエラ・フィッツ・ジェラルドの影響を受けており、メロディやリズムに触れずに歌手から言葉のない言葉へと変化していく。彼女はギル・エヴァンスとの初期のツアーの間に彼女のボーカルレパートリーを広げていった。 1980年代にガレスピーのユナイテッドネーションオーケストラと一緒に3年間世界を旅しながらさらにレパートリーを広げ伝統的なメインストリームジャズビバップ伝統的なブラジルの24ビートではなく44タイムで曲を演奏したプリムはここ数十年の間私のベッドサイドには2枚のアルバムがありますそれは マイルス・デイビスとギル・エヴァンスの最初のコラボレーションであるマイルス・はヘッド、そしてジェフ・ベックによるブローバイ・ブローです。毎晩、そばに置いています。プリムは1974年8月、国会所持のためにカリフォルニア州ロサンゼルスにある連邦強制機関ターミナル・アイランドに投獄され、受刑者、番号2775を与えられた。 彼女は1974年から1976年までの1年半に及んだ、東国中の1976年3月3日に、キャノンボールは誰へジョージ・デューク、アイ・アート・モレーラ、ミロス・ラフ・ビトウス、ラウル・ジ・スーザ、レオン・チャンクラーなどの有名なミュージシャンを招き入れ、コンサートを開催した。プリムは、平然と、リハーサル時間をほとんど、または全く取らずに、 このコンサートを約1時間にわたって行った。一つのパフォーマンスは、ロサンゼルスを拠点とする、ジャズステーションである KBC や FM にて、ラジオ放送された。彼らが演奏した曲の中には、チックコリアの、ライトアズ、エーフェザー、500マイルズハイ、セレブレーションスイートなどがあった。民間人と収容者の間でこうした協力が行われたのは、これが初めてのことだった。 プリムの母親、レイチェル・バイスベルクは、ブラジル系ユダヤ人。彼女の父親のナウム・プリムは、当時ロシア帝国の一部であったモヒリーウから来た、ルーマニアのユダヤ人移民であった。彼女の妹やアナ・プリムもジャズ歌手である。プリムは、聖書のエステル記に記録されているように、ユダヤ人を根絶するための陰謀からの、ユダヤ人解放を記念する毎年恒例となっている。 ユダヤ人の祭りの名前でもある。したがって、プリムはおそらく彼女の父親を通してユダヤ人の祖先を持っている。彼女はまた主にディジー・ガレスピーの影響によってバハー・イー教を信仰している。1993年にガレスピーが亡くなったため、2002年にプリムは彼女への影響についてコメントするようになった。彼は私に 多くの洞察と精神性を与えてくれたので彼のことも愛しました。彼は私に彼の祈りの本さえくださいました。ありがとうございます。